太郎坊宮前駅で下車しました。大二郎とですね、桐生義という酒を醸す畑酒造さん、こちらが目的地になります。頑張ってきましたよと降りて駅正面に看板が出てます。大二郎、桐生義、畑酒造有限会社、徒歩5分。ありがたいですね。お、かっこいい山が後ろに。駅を出てすぐですね、すごい立派な鳥居。私が知る限り最も簡素な公園です。ていうか、あの滑り台、今日みたいな日に滑ったらめっちゃ暑そうですね。お尻とかやけどしそう。パンダくん、いや、それにしてもまあまあ暑いですね、この青空ですから。あ、どうやらこちらですね、畑酒造さん到着しました。いや、しかし信号長すぎですね。歩車分離式とあるんですけど、歩行者は本当に短い時間しか渡れないようです。何も遮るものがなくて本当暑いです。押しボタンに気づかずずっと待ってました。あ、ひまわりが飾られてますね。いいですね。車がゴーゴー行ってますけどね、ここで記念撮影します。大二郎と桐生義を醸す畑酒造さんです。ひまわりの花がいい感じですね。山田錦の純米火入れを購入しました。畑酒造さん、実際に見られてよかったです。いい買い物もできました。そうしたらまた来た道をテクテク戻ります。あ、来た時の簡素な公園ですね。せっかくなんで名前でもつけていきたいですね。途中とかって感じですかね。途中公園ですね。あの、畑酒造さんまでの途中っていうことと、あとまだ完成までの途中経過なのかなっていうんで途中って名付けたんですけど、もしあれで完成してるよっていうことだったらちょっと失礼な感じですね。ただいまの時刻は12時半で、近江八幡方面の12時台が42分ですね。だいたい10分待ちぐらい。ここは日陰で涼しいんですけど、散々歩いてきたんでやっぱりダメですね。喉乾きました。自販機ないかな。お、ありました。あ、ここにご当地ものないかな。ちょっと見てみましょう。ないですね。いいですね。交通駅に戻ってきました。ホテルのチェックインまでまだ時間があるんで、何かと思ったらいいのがありました。交通駅観光案内所とありますが、なんかいろいろ食べたり飲んだりできそうですね。飲食できそうだったんですけど、ちょっと微妙だったんでやめました。普通にさっきの金亀っぽいところでご飯にします。よく食べて適度に飲んで出てきました。おかわりしようと思ったんですけど、お酒の方ですね。夜もあるんでやめました。そうしたらこの大津にも酒蔵さんがあるようなので、ちょっと覗いてってみましょう。いい景色。皆さんは分かるとして、こちらは一般のご住居ですかね。あんまり映さない方がいいかな。でもすごい建物だ。お、正面もすごい。あら、明らかに展望スポットですね。
近江カドマンさん、ちょっと気合入ってますね。ちょっと行き過ぎでした。通り過ぎちゃったみたいです。さっき横目に通り過ぎたアーケード街でしたね。あ、着きました。平井商店さんです。そうですね。朝塩、どうやら今日はお休みですね。電気がついてないです。ちょっと風がゴーゴー言ってますけど、知らない街をうろちょろするのは本当面白いですね。特にこんな感じでですね、私やっぱり古い建物好きですね。いや、大津は本当面白いな。ここもさっき横目に素通りしちゃったんですけど、あ、東海道だったんですね。ここにすると分かる看板のようなものが出てますよ。駅に戻ってきました。すでにコンビニでアイスも買いましたので、ホテルにチェックインします。懲りずにまたこの地下通路を使いますよ。涼しくていい感じですよ。あ、明るくなって暑そう。暑い。本当にこう謎にぐる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 させられます。カメラは多分明るさの補正を入れてるんですけど、めっちゃ暗いですね。ホテルを出てきました。西日がすごい眩しいですね。汗いっぱいかいたんでシャワー浴びて着替えてきました。いわゆるこう整えてきた感じですね。ちょっとこれからいっぱいやりに行きますよ。駅から湖に向かっては2本大きい鳥が出てるんですけど、さっきはねこっち方面だったんですね。酒蔵さんに行った時に使った通り、今から飲み屋さんに行くのはこっちです。いつもよく間違えるんで念のためチェックしたらやっぱ違ってましたね。これまっすぐ行っちゃうと普通の方向だ。こっちに行かなきゃいけないです。あ、路面電車が通ってるんですね。大津にも。これは知らなかったですね。特別ではないですけどね、いい景色です。おお、なんかすごい。あ、今更ですけど今回は歩き回って探すんじゃなくて予約してあるんですね。リモンさんというお店に行きます。検索をかけてグルナビかなんかで1位になってました。着きました。あ、でもちょうどこの辺りが歓楽街なんですかね。このおなじみのですね、一つのビルにいっぱいお店が入ってる光景ですね。入店します。これは大変ですよ。3合ぐらい飲みましたね。いっぱいいただいちゃいました。素晴らしいお店でした。あ、向かい側にタクシーがいますね。助けてもらわなきゃ。タクシーに乗っけてきてもらってなんとかホテルにたどり着いたんですけど、アイスが買えてないんですね。大ピンチですね。さったりするようなものをいろいろ買いました。夜中にここ撮るの結構怖かったんですけど、明るいですね。人もいるんで、まあ、この中には今いないですよね。なんでか夜な夜なこういうの食べたくなるんですよね。あ、アイス今日2個目なんですけど、これはアイスっていうか
おみかんですね。こっちのこのドールのフルーツ好きなんですけど、蓋を開けるときにこれ気をつけてって書いてあるんですけど 100% こぼれます。